はい、フラッシュの中村です。今回のスタイルはヘッドゲームス、コンセプトがヘッドゲームスです。ヘッドゲームスというのは髪の毛の中で遊びを作るというか、枠にとらわれない だけど、自然な感じの、イメージを出してみました。でクリスクロスというアシンメトリーの技法なんですけども、通常はカットでアシンメトリーをすることが多いと思うんですけども、右側がストレート感を生かした感じで、こっちが、デジタルパーマを、施しました。で全体的に、デザインカラーを入れることによってランダムな動きが出ます。じゃあちょっと一周してもらっていいですか。通常のパーマでは出せないデジタルパーマで大きめなカールを、再現してみました。鈴木さんです。遅れました。はい。以上です。Symbolize our lives and threw them in the ocean. Now they're on